新宿交通公園は、1969年に葛飾区で最初にオープンした交通公園です。ミニ SL や遊具広場、自転車の貸し出しなど、親子で楽しめる施設が揃っています。土日、祝日に運行するミニ SL の切符売り場、一周300m ほどの自転車練習コース、自転車、ゴーカート、三輪車、豆自動車を無料で借りることができます。新宿交通公園は大きな公園ではありませんが、乗り物好きの子供にはおすすめです。